お疲れちゃんです。ラットです。だけで、今回もクラッシュライルやってくんすけど、今日はね、今、7倍エリクサーチャレンジとかがいろいろ来てるじゃないですか。7倍エリクサーの20勝とかが今流行ってて、この7倍エリクサーだからこそのね、デッキもいろいろ生まれてるわけなんですよ。で、そういったデッキで、さては普通のモードを勝てるのかっていうのをね、今日やっていこうかなと思います。なので、この、7倍エリクサー用の僕がね、また考えたんですけど、もうロケットポイズンでキング削りつつ、あとボムタワーと、ロケット方式が防衛ですね。っていうようなデッキで今日やっていきたいなと思います。で、さすがにマルチはやんちゃなので、と思ったら、何にも入ってなかったですね。何にも入ってなかったんで、まあ、グロ大会これでちょっとやっていこうかな。やんちゃかな。まあ、さすがにまだ、0勝なので、正直、勝てるとは思いますっていうのでやっていきます。よろしく。で、問題は、やべえ、普通に負けるかもな。キングを削るか、普通のタワーを狙うかっていうところなんですけど、いや、エリクサー、おっそ溜まるの。さっきまで7倍してたからかな。エリクサー溜まるの、おっそ、これ、やばいっすね。待って。しかも、普通にこれランキング上位目指したいので、なんか序盤この辺で負けちゃって、え？負けちゃうじゃんこれ。待って、やばいよ。いや、これポイズンして、さてはキングかこれ。でもキング時間間に合わないっすよね、こういうモードって。さあ一応防衛して、わー、なんかおしゃんないい位置のゴブリンですね。あ、これキングにも当てていきます。さあ右だ、僕折れるんで、折って、一本折ってからの延長戦かな。さては僕が気づきました。一本折って11にしてからの金ゴリ対決で俺の方が早いみたいなね。感じでやれるたら幸せ。いい。いいロケットボスじゃん。いや、待って。この動画の前に7倍チャレンジちょっとやってたんですけど、エリクサーが遅いんじゃん、本当に。めちゃくちゃ遅いんじゃん。さあ、ここですね。相手はちゃんとこっち取りに来るタイプですね。丁寧なタイプ。僕が非常に苦手とするタイプですね。さあさあさあ、ロケットこれどっち打つか悩みますが、ああ、ここ、少々ポツポツ、ああ惜しいですね。ファイスピの後ろに当たるぐらいのポイズンにすると、ほぼほぼいろいろ完封できますね。ほぼほぼいろいろね。よいしょ。リガー、これ、奉仕で、ああ、キョキョキ、うん、待って。まあ。さては、これ、やばいな、みんな。雰囲気ちょっとやばいですよね。1-0 な。あれ？この歴史さては、鬼弱いというか、まあ、みんな分かってたみたいなとこありそうですけど、鬼弱いさては、こっちだな。さあ、やばいぞ、これ。さては、やばいぞ、みんな。気づいた？ここは一回落ち着きましょうか。トルネで、吸って、耐える。オッケーオッケー。いい。あ、待って、スケルトン。お前のスケルトン。え、さては、やべえ。これ、1何回になる。やべえ。ちょっと待って。やべえ。ちょっと待って。受けがねえ。さては、このデッキでやると、鬼ほど弱い。まあ、ポイズンで削る。これ、最初からキングに行ってたらどうなんだろう。いや、間に合わないですね。とりあえずね、ポイズン打って、ちょっと待って。7倍エリクサー。あ、枯渇は良くねえぜ、先輩、枯渇は良くねえぜ。まあ、落ち着け。今の反省点としては、シンプルに本気でキングを降りに行ったら、いや、無理なのかな。ちょっともう一回ね、ちょっと微妙にいじって、もう一回ちょっとリベンジしたいですね、これ。となると、やっぱ枯渇に対しては苦しいというわけなので、まあ、スケをタルババに変えないこともないが、まあ、これでいっちゃいましょうか。もう一回、リベンジします。7倍エリクサーで勝てるなら、通常でも勝てるんじゃないかゲーですが、え？ちょっと待って、そんな縛りしてない俺、本当に。対戦相手枯渇じゃないとダメみたいな、もう、なんで来るかな、コカちゃんじゃないんかいみたいな感じですが、おい。耐えますね。一回しっかりね、防衛はしていきます。防衛大事。ロケット押し。からの、青木君もペッ
かかな。ベビードラ、ヤナメ、ああ、なんか、わかんないわかんない。まあ、ロケット削り、キング？え、これキングね、わかりましたよ。キング削りは間に合いません。はい、僕、10秒デッキとか、キング系削りあんまやらなさすぎて、わかんなかったんですけど、3分間で、キング削るのなんか、間に合うわけないっすわ。バカでしたね。やばいやばいやばい。あれ、ポイズン打ちてかったけど、打ったら、死んでた気がするな。これ、ラム来るかな。オッケーオッケー。一回、ちょっと耐えましょうか。で、これ、ディガースケして、自然とこのディガースケカウンターになるようにしたんですけど、まあ、そんな攻撃通るわけもなく、よしよし。お願い。耐えて。耐えて。あ、待って。やばい。弱えー、このデッキ。ちょっと待って。弱えーよ、これ。なんだこれ。弱すぎて、話にならないんですけど。ちょっと待って。弱え、これ。これ、ありえないぐらい、カスデッキじゃないですか。何してんすか、僕は今。ちょっと待って、これ、ロケット削り。あー、おいしいおいしいおいしい。いや、ですが、僕はね、諦めません。このデッキで僕は勝ちます。もう、ベビードラとかもう、鬼面ですが、鬼面ですが、勝ちます。さあ、あ、キング起動してますね。あー、何やってんだ、俺は。何やってんだ。まあまあまあ、まだ焦る時ではないですね。ディガーからの、おい、読んでくると。あー、やりますね、相手。なかなか鼻がいいですね。ベビードラ、あー、これ、柳雨がね、あるんですよね、柳雨が。で、柳雨こっちに使うので、じゃあこっちが生きるよね。で、これ、ボムタワーの爆破にうまく寄せて、スケで受けつつ、あー、ロケット欲しい。あれだな、年だな、そろそろ。一回こっちにユニットを咲かせます。一回こっちにユニットを咲かせて、暇なのでボムタワーを置いて、あとはキング、これだ、ベビドラがね、あー、そっちに来るか。まあまあ、キング削り行きましょう。フィ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 。あー、ロケット欲しい、生きて。生きて。あはバレルの位置なんか上手くね、さっきから。いや、ワンチャン行きますだって、ロケ、あ、ロケットなんかとかで落ちそうですもんね。あれ、スケ欲しい、スケ欲しい。あれ、待って、危ない。てい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 て、弱えー、なんだこれ。この動画やべえ、ボツにしたいぐらいな気持ちがあるんですが、僕は諦めません。これ完封して、後ろで完封できます。うわー、来た！ロケロケポイズンだ。ロケロケポイズン間に合うかな、これ。皆さんどう思いますこれ。ワンチャンポイズンからのロケロケワンチャンなんじゃない。ちょっと本当にお願い。何もしないで。あー、やべ。それ何もしないでっていうのも聞く気ねえな、この人。聞く気がすごいね。ワンチャンあー、ワンチャン。まあ、正直ね。正直、本当にこの動画つまんねえ。クソつまんねえ。ただただ、3連敗する動画になっちゃうかもしれないんですけど、僕はね、こう、やっぱ YouTuber として、YouTube を出すっていうことにはね、出すっていうことをやめたらダメだと思うんですよ。あー、やばい。あとでも2分ぐらいでね、家出ないといけないんですよ。ということは、動画を撮りながら、家を出て、駅に向かいつつ、さすがにやんちゃう？さすがにやんちゃか？いや、ですが、そうするしか僕に残された道はないみたいな。これ内側バルーンだから、あーって思ったんですけど、一発いっちゃいましたね。来ましたね。これは、僕は今荷物をもうほぼ準備してます。もう家出れる格好まで、僕はね、準備をしているのですが、もう本当にね、家を出ないと、電車に乗れず、電車に乗れないと、遅刻でしょバカみたいなこと言ってる。普通のことなんですけども。そうなると、ちょっといろいろとね、問題があるので、僕は、外に出ても動画を撮るか。外に出つつ、家の準備をしつつ、動画撮っていきましょう！さあ、これ、とりあえずリュックを背負います。リュックを背負います。リュックを背負いつつ、トルネードをかけて、荷物を持って、荷物を持ちました。で、あー、コンタクト。やばい、僕、視力悪いんで、普段コンタクトしてるんですけど、コンタクトをつけるのを忘れる。まあ、だが、カバンにコンタクトを入れてしまえば、そんなことはどうでもいい。
目が見えないだけで携帯の画面見るぐらいならね余裕なので、財布も持った、定期も持った、さあ準備は万端です。準備は万端。あ、待って、え、うまくない？なんでどうやったらそこの端前インドラができるんだ。これはねロケット王子の気分、あるあるですね。気分悪い時のロケット王子はこうなります。ですが僕は勝ちます。さすがに相手のユニットレベルが低めなので、ね、僕はこの相手には勝たないともう引退、この相手に勝たないと引退しちゃうレベル。てい、さささささ耐えていきます。ボムタワー置いてトルネで、これボムタワー延命したいですね。あ、今日ボムタワー延命ね、意外と大事なんですよね。どの相手にも延命しとくと残ってて、うん、残ってて相手は非常にね辛くなります。攻めれづらくなります。いきます。あ、よしよしよし、もうロケット相手ディガー警戒してる、ディガー警戒してる。ロケット打ってからのもう一発ロケット打ちます。ピューン来たー、グッドゲームってわけで、まあ皆さん分かってたかもしれないんですけど、エレクサー7倍チャレンジじゃないところ、あーはー日本語下手かよ。7倍チャレンジのデッキでね、普通のモードは勝てませんでした。ではバイバーイ。